梅雨でジメジメとした心もホークスの更新プレーでスカッと晴れやか。雨の日でも心は快晴。いくぞ6月のファンタスティックプレー。さあまずはキャプテン柳田の快挙から。自慢のフルスイングで史上69人目の250ホーマーを達成。よし、もう一発。今度はキャッチャー隅谷にクリーンヒット。うわ、やば。すいません。ああ、気持ちわかるわ。そんな回は、いつもよりキャッチャーマスクがいかついぞ。そのいかついマスクで試合に登場。そのマスクかっこいいや。いいでしょこれ。実は審判ともお揃いなんですよね。そのオニューのマスクで快キャノンも絶好調。マスクもお似合い。お次はもはや毎月恒例、今宮のコーポレーション。全身全身からのランニングスロー。神様、仏様、今宮様。今度はぐるっと回ってアウト。百戦錬磨の和田さんも大絶賛。ファンタスティック。さあ、ショートの後輩イサミちゃん、今宮に負けじとくるっと回ってアウト。この動きはもはや今宮、ベンチの本家も称えます。イサミちゃん、ナイスプレー。そのイサミちゃん、セーフティーバントはファウル。しかし正面衝突。おい、大丈夫か。はい。痛みをこらえて再び打席へ向かうイサミちゃん。しかし3球後またも悪夢が。今度は太ももに直撃。うわ、いった。もう今日なんだ、ついてないな。どんな痛みにも屈しないイサミちゃんにファンタスティック。続いて牧原、ハンマー。重そうなハンマーでなんと T を返し。よし、いい感じだぞ。もう一回。あ、やば。これ真面目っちゃ重いわ。でもハンマー打撃の甲斐あってか、自身初のサヨナラタイムリー。大活躍のマッキーにファンタスティック。6月は劇的勝利がもう一つ。アキラが決めたあのシーン。大盛り上がりの勝利の瞬間。ベンチを飛び出し二塁を指さすギータ。変だけ変だけ、ツーベースになるかもじゃけ。記憶はシングルヒットも、もしかしたらツーベースになるかもというキャプテンの粋な計らいだったんです。モイネロはピッチングも絶好調。よっ、おっ、よいしょ。よし、それもう一度。なんと史上2人目、2度目の3者連続3球三振を達成。怪物モイネロにファンタスティック。そして怪物がもう一人、来日5年目のスチュワート。その怪物には可愛い一面も。ゴー
ンケルさん、ジャグリング見て見て。日本のボールにも慣れたよ。最後は交流戦スペシャル。交流戦はピッチャーが打席に立つことも。大関は分かった分かったって言って、めっちゃいい、あの打席めっちゃいい。めっちゃ嬉しそう。